どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。私は今ですね、羽田空港の京急の駅、まあ、いつも通りのね、場所にいるわけなんですけれども、本日はですね、ANA のね、トクタミマイルキャンペーンで関西国際空港を私ね初めて行くということで、かなりねワクワクしてるわけなんですけども、今ねいつも通り第2ターミナルについて、まあ、今回ね動画撮影するつもりなかったんですけども、第2ターミナルで、ね、ANA でチェックインしようとしたらですね、いやスターフライヤーのこの便は第1ターミナルから出発ということで、まあ、私は第2ターミナルでね ANA のチェックインカウンターにいたんですけど、第1ターミナルからだと、しかも変更もできないということで、今急遽ですね動画を回して第1ターミナルに歩いております。ということで皆さんね、この今回ね12時発の羽田関空ですかね、こちらの便ね、気をつけてくださいね。こちらね第1ターミナルで、スターフライヤーということで、第1ターミナルにはですね ANA ラウンジはありませんので、今回ね私ダイヤモンド持ってますけど ANA ラウンジありませんので、まあ、もちろん使えないっていう感じになります。ということで、今回ですねクレジットカードラウンジですね、こちらで搭乗を待ってですね、飛行機乗っていきたいと思います。ということで第1ターミナルなんで、チェックインもですねスターフライヤーのカウンターで行う感じになります。今ねせっせと連絡通路を歩いております。いやね、これはかなりびっくりですね。私スターフライヤー羽田から乗ったのって多分ないんですよね。多分それ完全にあれですね、やってしまった感じですよね。まあ、この便ね気をつけてください。12時発だったかな、羽田から、関西国際空港行きですね。では行きたいと思います。ちょっとね平日の、まあ、平日ね私家でね動画作成して、まあ、週末は出かけるみたいなね、まあ、そんな感じなんですけども、いや運動不足はねやばいんですよ本当に。ですね、基本はね階段で、でエスカレーターを使わないと頑張っております。ですね、もう揺れたりして見づらい部分もあるかもしれないですけど、そこら辺はねご了承いただければなと思います。あー疲れた。ということで第1ターミナルに着きましたね。第1ターミナル空港が本当にめちゃくちゃ久しぶりですね。いやーいつぶりだろう、とりあえず出発ロビーに行きましょうかね。いやー第1ターミナル久しぶりです本当に。撮っておきましょう。第1ターミナルです。いや久しぶりですね。日本大学のでかい上りもありますね。ひとまずすいません、本当に第1ターミナル全然つかないから、南ウィングなのか北ウィングなのかもわからない。あ、ありましたありました、北ウィングです。あ、南ウィングですね。では行きましょう行きましょう。いやこんな感じです。はい、今南ウィングに向かってエスカレーターを登っております。いやちょっとねここも階段が良かったんですけど、階段ないですね。あったのかな、まあとりあえずここは勘弁してください。いやー第1ターミナル久しぶりに見れてすごい嬉しいですね。まあいつもね羽田から出発してますんで、まあ、いつもね羽田空港軽くで、またラウンジ、ラウンジはもう最近はなんか取ってないですけども、搭乗ゲートとかねちょっとお見せしているわけですけども、今回はまあスターフライヤー、まあ、帰りもねスターフライヤーなんで、まあ、帰りだけでいいかなと思ってたんですけど、まさかね第1ターミナルということで急遽ね回しております。ちょっとねスターフライヤーのチェックインカウンターを探してとりあえず制限エリアに行きたいと思います。ちょっとお見せできないですけども、オリンピックのね選手の方国内線乗り継ぎで並ばれておりますね。普通に一般の方と同じ動線を通っていくんですね。あ、スターフライヤーありましたね。はい、一番奥ですね。もう全然JAL とかね、そう最近ブリティッシュエアウェイズのマイルも使わないんで、第1ターミナルをね利用する機会が全然ないですね。一時ブリティッシュエアウェイズのねマイルが昔片道国内4500マイルとかだったんですよね。その時はねめちゃくちゃ使ってましたけど、それがちょっと悪くなったんですよね。確か6000ぐらいになったんですよね。それからねなかなか利用しなくなりましたね。で JAL マイルも今は貯めてないということで、はい、ということでスターフライヤーのねカウンター着きました。一番端っこにあるんですね。はい、こんな感じになってます。ということで
チェックインしていきたいと思います。それではですね、無事チェックインすることができました。第一ターミナルですね、制限エリアの中です。で、今ねこの看板の前にいて、私は今ねここにいるんですよね。で、搭乗ゲートが今回2番ということでここですね。で目の前にねカーラウンジがねありますんで、ひとまずねせっかくなんで搭乗ゲート見ていきたいなと思います。私もね先ほど言いましたけども、ほとんどねこの第一ターミナルっていうのは来ないんで楽しみですね。このパワーラウンジ、こっちは何、サウスですかね。パワーラウンジサウスですね。こんな感じです。ということでちょっとね搭乗ゲートをね見ながら散策しましょうかね。今ね、11時ぐらいですかね、10時48分ということで、搭乗時間は12時ということで、まあ1時間前にね搭乗ゲートにいれば余裕だと思いますんで、いや珍しく私の動画にね JAL の飛行機ががっつり見れるということで、いや全然ここねダメだなダメだな、全然映んないですね。もうちょっと見晴らしのいいとこありましたら行きましょう。いやもうね昼11時ということで、いやめちゃくちゃ人多いと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。こんな感じでブルースカイ飲食店ですね、こんな感じであります。で今ちょうど7番ゲートのそばですね。あーいいですね、はい、いい。こんな感じで目の前にガンと飛行機見れますね。ちょっと奥の方にもね映ってると思うんですけど、まあ、ちょっとね見えないですよね、うん。いやここねこんな感じで椅子がね目の前にあって、かなりね楽しめるんじゃないでしょうか。この座席いいですね。飲み物が捨ててありますね、ちゃんとゴミ箱に入れましょう。あで反対側にねちょっと映ってるか微妙ですけども、 ANA の飛行機もね見えますね、反対側にね。いやいいですね、テンション上がりますね。で今7番ゲート6番ゲートと並んでるんですね。いや全然人いないな。便はあるですけどそんなに人いないですね、はい。宮崎行きもう搭乗始まってるのかな、あもうほとんど乗ってるのかもしれないですね。6番ゲートの前もこんな感じで、またさっきと違う飛行機ですね、うん。で今6番ゲートで、その隣に5番の A、B とで4番あって、広島と高松行きですね。あそれで3、2、1とゲートが続いていくんですね。入り口からだいぶ近いですね、歩いて5分ぐらいかな、5分もかかんなそうですけど、はい。ということで今回ね私の便はこれかな、あれ3番だったっけ、2番、え私は搭乗口2番ですね。3番もスターフライヤー便なんですね、うん。福岡行きで、JAL のカウンターは空席待ち、残念ながらここはあれですね、こっちもかなり少ないんで空席待ちのカウンターが閉まってますね、ちょっと悲しい。で私の搭乗ゲート到着、隣にありましたね、スターフライヤーと ANA の共同運航便、3823便ですかね、スターフライヤー、うん、大阪関西国際空港行きですね。ということでここ一周してまだ時間ありますからね、反対側も軽く見ようかな。本当に空港の国内線の制限エリア内は本当に、なかなかねこっち側も来れないですしね。でこちらに搭乗ゲート1番があると、これ何行きかな、こちらも ANA の共同運航便ですね。スターフライヤーのねやっぱり看板かっこいいですね、うん。このデスクもかっこいいですしね、うん、マークもかっこいい、マーク映ってる、うん。ということでここは福岡行きですね、13時15分発ということで、今ちょうどね、ここにいます、ここ、はい。で一応ねこっちの方映ってる、こっちの方もちょっと軽く見たいと思います。 JAL のラウンジもね入れないですけどありますねいやー入れるようになりたいな、まあ、今回はねスターフライヤーなのでどっちにしろ入れないですけど、せっかくバンブーエアウェイズのステータスマッチが通ったことなんで、できればバンブーエアウェイズさんワンワールドに加盟してほしいですね。ということでちょっとしばらくね反対のゲートまでテクテク歩いていきたいと思います。
今ね、通ってきた保安検査場の前を、通過したぐらいですね。ちょっと経ったぐらいかな。でこっちから10番から11番、40番ゲートまで続いていると、あ、これですね、ありましたよ、伊勢丹ストア、はい、ここにも伊勢丹ストアあります。かつての、まあ、この前も言いましたけどね、かつての MI カードゴールドのクーポンもね、ここで使えると。4200円分ぐらいね、毎年もらえるんですけど、それはね、まあ、このショップでももちろん使えるんですけども、カフェでもね、私は使えたんですよね。今も多分使えると思うんですけど、食べ物と飲み物をね、大人買いして、帰ったのを覚えてます。でね、お酒とかもね、普通に、持ち帰りできました。ということで到着しました。ここ入れないですけど、桜ラウンジいいですね、うん、いつか入れるようになりたい。しかもすごいおしゃれな入り口なんですね。何か分かんなかった、人がすごい入ってるから何かなと思った。ということでいつかね、入れるようになりたいですね。先ほども言いましたけども。ということで、もしかしたらさっきのカフェ使えなくなってるかもしれないですね。前伊勢丹カフェって名前だった気がするんですけど、名前変わってますね、茶屋カフェ。もしかしたら使えなかったらごめんなさい。前は使えたんですけどね。あ、すごい人がたくさんいますね。次は何便なんだろう。あ、でも飛行機もね、バッチリ見えますね。すごい、ジャングル。あ、これレストランなんだ。すごいですね、これ。これ、まあ、第一ターミナル普通に使ってる方はね、もう当たり前の光景かもしれないですけど、すごい、新鮮。まさかのジャングル。あ、で、ここあれなんですね。レストランが広がってると。あ、飛行機動いてる。向こうから撮れるかな。こちら何行きだろうな、ちょっと分かんない。ちょうど飛行機が動いてますね。お、来た来た来た、ちょうどね、あ、見づらお、今ちょうど ANA が到着で、今 JAL が飛んできますね。これは今から行くのかな。いや、これはテンション上がる。ちょっとね、カメラ越しだとね、結構遠くに見えちゃうんですけど、はい、普通に見ると結構近いんですけどね。いや、でもいいですね、目の前で飛行機が見れるのはテンション上がります。いや、でもこっち側人結構いますね。今12番ゲート付近なんですけど、こちら側はめちゃくちゃ人いますね、はい、12番ゲート鹿児島行きですね。 JL647 便です。でここにマグロ寿司がある。築地、美味しそうですね。どっちかというとこっちの方があれなんですね、うん、人も多いですし、 JAL の飛行機もこっち側が多いんですかね。向こう全然人いませんでしたからね、うん、ということでこれで一周ですね。ということで、まあ、今回はね、冒頭にも言いました通り、今回スターフライヤーということで ANA で航空券取ってますんで、パワーラウンジ、サウスだったかな、先ほどのクレジットカードラウンジにね、行きたいと思います。多分めちゃめちゃ混んでると思いますんで、ちょっと中の映像は撮れないと思いますね。行ってきましょう。それでは搭乗時刻になりましたので、搭乗していきたいと思います。まあ、さっき歩いた感じだとかなり近かったんで、今11時半過ぎぐらいかな、余裕だと思います。あ、でもこっち側も人増えてきましたね。さっきまで全然人いなくてびっくりするくらいだったんですけど。それでは搭乗ゲート着きました。こちらですね、韓国語になったんですけど、2番ゲート関西国際空港行きです。前回はね、優先搭乗やってたんですけど、今回はどうなんでしょうか。まあ、とりあえずわからないんで、ここら辺で待ちたいと思います。これは本日の機体です。まあ、機体ですって言ってもほとんど見えないですけど、今回エアバス320だったはずです。その隣にもね、スターフライヤー止まってますね。いや、かっこいいな。
私の動画で多分ね、今までスターフライヤー乗ってるんですけど、まだ出したことなかった気がしますね。ということで、しばらくこの辺でお待ちしたいと思います。優先搭乗がね、あればおそらくね、一応ダイヤモンドなんで最初に乗れると思うんですけど、もしかしたらスターフライヤーもね、グループ順で搭乗に変わってるかもしれないですね。ちょっとそれは分かんないですね。もうそれも結構前ですからね、もう半年以上前だったと思いますね。ということで、しばらくここら辺でゆっくりしたいと思います。ではやはりね、やってますね、優先搭乗。搭乗していきたいと思います。呼ばれました、グループ1番。ちょっと GoPro を充電してたんで、もたもたしたらグループ2番も今呼ばれましたね。では行きます。今回 26A という座席です。窓は取れた気がします。では行きましょう。どうも。埼玉マイカー。それではね、無事登場しました。今回はこれですね、エアバス320214ですね。こちらです。今回 26A ということで、 USB ポートもついて、イヤホンは、ね、入り口で配ってました。で、シートピッチはやっぱ広いですね。ここ2つ分ぐらいですかね。ショートも結構減ったりしてます。あとこれがあるんですよ、フットレストでしたっけ。はい、ということで、まあ、今回の、ね、優先搭乗ということで、ドアが閉まるまで待ちたいと思います。外が楽しみ、久しぶりですね。ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました、私スターフライヤーマン。これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下に置いてください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていても、お座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるよう、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運行に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は、電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。
酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。Yeah.
れの機内サービス始まりました。今回コーヒーとこれですね、チョコレート、こちらね、コーヒーを頼んだ人だけね、もらえるということですので、まあ、もしね、食べてみたいという方はね、コーヒー注文してみてください。このスターフライヤーのね、チョコもかっこいいですね。ということで、いただきたいと思います。これも言えばもらいます。手を拭くように使ってくださいって言われましたね。多分あの座席はいないかもしれないですけど、テーブルとか拭かれる方いらっしゃるみたいですね。ダメらしいですね。スターフライヤーで初めて言われましたね。モニターとか座席等々拭かないでくださいって言われましたね。終わったらこちらに入れてくださいっていうことでした。エチケットもらいます。それにね、着陸いたしました。実は関西空港来るの初めてです。皆様、ただいま関西国際空港に着陸いたしました。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めのままお待ちください。これより通信用の電波を発信ご使用になれます。なお、携帯電話での通話はお控えください。まとめてご案内いたします。スターフライヤーでは9月30日までの間、マイレージプログラムスターリンク会員の皆様を対象にスターリンク年末紹介キャンペーンを実施しております。それではね、無事、関西国際空港に到着しました。
や、私ね、先ほども言ってると思うんですけど、初めてなのでかなり楽しみですね。あ、大きい。いや、大きいですね。そりゃそうか。こんな感じになったな。はい、ということで、まあ、今回もね、手荷物もありませんので、そのまま出口の方に行きたいと思います。ということで、今ですね、国際線ターミナルの、外にね、出てきた、こう送迎所なのかな、タクシー乗り場ですかね。こんな感じでね、すごい気持ちいいですね。いや、まあ国際線ターミナルということで人が全然いないのはね、ちょっと寂しい限りなんですけども、今回ですね、 ANA の特旅マイルキャンペーンを使って羽田からね、関西国際空港まで来ました。いや、毎回言ってますけど、3000マイルで来れるって本当にいいですね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。これからね、とあるホテルに行きますんで、またそちらの動画もね、楽しみにしておいていただければと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。